私は維新に対して物申したいのはですね、最近オタクの生徒おかしくないかというふうに思うんですね。まずですね、橋本さんとね、維新とね、ってどういう関係なのこれね、わからないんですよ。関係ないっていうふうに言ってるし、維新の人は関係ないっていうし、橋本さんも関係ないっていうふうに言ってる。でもね、大阪の人でね、私も大阪にいますけど、維新と橋本さん関係ないと思ってる人なんてほぼいないですよ。ほぼいないです。 橋本さんの作った政党でしょと。橋本さんが張ってるじゃないと。橋本さんテレビ出てた。だから維新入れるとね。そんな人多いですよ。私はね、これでね、まあ、得してる部分がね、維新はあると思うんですけど、でもね、このね、得はね、そろそろ終わりますよ。なぜかと言ったらね、ウクライナの情勢について、橋本さんが言ってることはあまりにもデタラメすぎるからですね。昨日もね、私ツイッター見てたらね、びっくりしたんだけど、強制連行してるわけですよ。今、ロシアがね。 まあ、簡単に言ったらね、満州でやってシベリア抑留と同じですよ。労働力として、もう連れてっちゃうわけ。なんでその、あの、統治やりやすいかって言ったらね、反対勢力を全部シベリアとかね、そのね、変なところにね、連れてっちゃってですね、もう帰れないようなところ連れてっちゃって、で、そこにね、ロシア人を入植させていくわけですよ、どん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 。で、ロシア人の土地にしちゃうわけですよ、そこ。そうやってやっていくとね、もう帰ってきても自分の部屋がなくなっちゃうとかね。で、そういう風になっていくと、自分にとって統治しやすいじゃないですか。いや、ここロシアですよ、と。 だって我々みんなロシア人じゃないですかと。いうようなことが言えるわけですよ。で、そういうことをやりたいわけでしょ。で、それに対してね、橋本さんなんて言ったか。これね、擁護するわけじゃないけどね。ら、それでもね、死なない可能性だってあるじゃないかっていうわけです。あのね、それね、僕ね、シベリアのからね、帰ってきた人たちに言えるだろうかというふうに思いましたよ。要するにね、よかったねと。満州ではね、死んじゃった人いっぱいいるよと。だけど、あなたたちシベリアが抑留されて帰ってきたじゃん、ラッキーじゃんと。言えますか、こんなこと。 とんでもない国際法にね、違反するようなことをやっていてね、これは急断しなくちゃいけないってことですよ。急断すべき時にね、いや、これにね、乗っかれば命が助かる可能性があるのね。なんかね、トンチンカンなこと言ってるんじゃないよと。つまりね、なんかね、命助かれば何でもいいみたいなね、最近議論でね、あの、橋本さん言ってるけど、でもね、そうじゃないんですよ。橋本さんがね、分かってないのは、戦争中に命をなくすっていうことは多いですよ。でも、 圧政ね、ティラニーによってですね、粛清されてね、大粛清されていくって、ウクライナもそうですしね、シベリアだってそうですしね、いろんな人を殺されてますよ、実際にね。でそういうね、圧政によって殺される人だってね、大多数多いわけですよ。それについてね、全く思いが至らずにね、降伏しちゃえばなんとか生き延べられるだろうとかね、国あれね捨ててね、逃げちゃえばね、いずれまたなんか平和な時が来たらそこに戻ればいいよとかね。 なんかね、気楽な感覚でそういうこと言ってるんじゃないよというのはね、やっぱり私思いますね。一生懸命今ね、ウクライナのために戦ってる人たちに対してね、そういうこと言って、しかも外野でね、自分は何もやらないでね、言って、で、そのなんかウクライナの一般市民の気持ちにならなくちゃいけないって。いや、<laughs> あなたはウクライナの一般市民でも何でもなくて、日本の弁護士でしょというふうに思いますよね。慣れないんですよ。想像することはできてもね。でもそれをね、なんかこうしろでとか、ああしろでとかってね、偉そうに言うってことに対して、不快感を持ってる人はね、私はあの少なくないと思いますよ。 で、こういった人たちは、私は健全な保守層だと思いますよ。つまり自分の国がね、攻められた時に戦ってる人に対してね、やっぱこの人たちは立派だというふうに思う。これはね、私は否定すべきことじゃないと思いますよ。自分ができるかどうか、わからないですよ。だってその状況になってないんだから。それはね、命惜しいし。でもね、実際にね、どうだろうっていうふうに考えたらね、もしかしたらね、私なんか非力だけど、 戦うかもしれないし、戦う場所があったらね、戦いたいというふうに、ね、願う人だって私はね、少なくないと思いますよ、日本人だって。そんなね、中国やね、ロシアがね、侵略してきてね、もう明日ね、日本語も使ってい,、ね、いけないとかね、そんなね、もう明日からね、あの、岩田敦なんて名前やめろと、岩の風に名前変えろとかですね、なんかそんなね、ようなことを言われたらね、ふざけるなというふうに思いますよね。で、そういう思いで日露戦争だって戦ってきたわけですよ。強い国に負けたらいいって言うんだったらね、日露戦争なんか戦えないですよ。だから負けたらいいんですから。だって、 うん、じゃあ、やめようやめようと。あロシアに降伏しないと。こういう議論になるでしょ。そしたらもう日本語なんかないですよ、今。今ね、日本語を使って我々がですね、日本の本を読めてるのはですね、我々の先祖がね、戦ってきたからなんですよ。で、そういうのをね、忘れてね、なんかね、ウクライナの人にね、説教したりね、なんやかんやとやってるけど、これは私はね、健全な保守層があ心をですね、離れていく一つの大きな理由だと思います。